アメリカ軍 ICBM も GBI ミサイル2発で迎撃に成功。本日、アメリカ軍のミサイル防衛局が ICBM 大陸間弾道ミサイルの迎撃実験に成功したと発表しました。その際にこのような動画が公開されました。こちらまずですね、太平洋マーシャル諸島のグウェゼリン艦章から ICBM 大陸間弾道ミサイルに見立てた標的が発射されました。こちら、ミサイルが発射されている様子が捉えられておりますが、これに対してですね、ICBM の発射地点から6400キロ離れた アメリカの空軍基地からですね、このように、地上配備型迎撃ミサイル GBI-2 発が連続で発射されました。その後、一発目の迎撃ミサイルが再突入体、敵の弾道ミサイルの核弾頭を破壊し、 その後ですね、2発目の迎撃ミサイルが他に再突入体がないかどうか確認をして、大きな破片を選んで破壊をいたしました。こちら今からですね、実際の破壊の様子が動画で流れますが、今回のミサイル迎撃実験、2発同時の発射は初めてであります。 この弾道ミサイルには、核兵器、核弾頭が1つのみ搭載されるわけではなく、複数の核弾頭が搭載されておりますので、そういった核弾頭をすべて迎撃するためには、複数のミサイルを発射しなくてはいけません。現在、こういった弾道ミサイルの脅威、アメリカだけではなくて、当然、日本にも向けられておりますので、 日本政府には、こういった新型の迎撃ミサイル、アメリカから導入をするのか、もしくは国産で開発をし、日本の抑止力をさらに強化するのか、しっかりと検討していただき、国民を、日本を、こういった弾道ミサイルの脅威から守っていただくように、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。